寒天蜜豆、浅草、梅園の蜜豆蜜豆は和風の甘み、デザートの一つ。元は夏の食べ物で徘徊でも夏の季語になっているが、現在では四季を問わず食べられている。蜜豆の原型は江戸時代末期に売られていた新古細工の船に赤、塩藤豆を入れて蜜をかけた子供向けの菓子であった。現在の基本形態の蜜豆は茹でた赤遠藤豆、 菜の目に切った寒天、牛皮、白玉団子、みかんや桃などのフルーツなどを器に盛って黒蜜や糖蜜をかけたものだが、これらの形態は1903年に浅草の船輪が売り出したものが最初と言われる。銀の容器に赤エンドウ豆、菜の目に刻んだ寒天、あんず、切り餅などを入れ蜜をかけたものであった。船輪は蜜豆を当時流行していたビアホール、 ミルクホールにあやかった、蜜豆ホールと名付けた、西洋を風喫茶で売り出し、大人向けの甘みとして、好評を博した。1930年には、銀座のおしるこや、若松が蜜、豆にあんを乗せたあんみつを発売した。今では盛り合わせる具によって、数多くの種類がある。ありがとうございます。